聞記者に取り囲まれて、吉田さんは6月23日再火。名古屋、京都ともみくしゃの歓迎を受け、非常なご機嫌です。大阪に着くと休む暇もなく、財界人と懇談したり、工場見学などなかなか大変です。さてはウイスキーの工場まで足を伸ばしました。忙しい日程を終わって京都の宿に着いてほっと一息。果たしてどんな構想が生まれるでしょうか。